マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。食前に飲むだけで痩せる魔法の神ドリンク、ご存知ですか？特に食事や生活習慣を大きく改善することがなかなか難しいという方は、簡単に習慣化できるダイエット法です。ぜひ試してくださいね。今回のテーマはこちらです。食前に飲むだけ痩せる魔法の神ドリンク、お話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの神ドリンクで痩せることができるのというその痩せるポイントと、2つ目、食前に飲むだけです痩せる魔法の神ドリンクのレシピを詳しくご紹介します。では1つ目の項目です。なぜ食前に飲むだけで痩せるのでしょうか。そのポイント4つあります。1つ目、このドリンク飲みますとあなたの腸内環境が整うんですよね。なぜかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができるからなんです。2つ目、脂肪燃焼効果もとっても高いドリンクになっています。ぜひね、いろんな、生活習慣とかね、そんなスタイルなかなか大幅に変えれないっていう方はぜひね取り組んでください。3つ目、便秘解消です。あなたは便秘じゃないですか？大丈夫ですか？毎日出ててもすっきりしないという方は便秘ですよ。それだけ便秘っていうのはもうダイエットの敵になりますから、ぜひねこのドリンクで便秘解消していきましょう。8つ目、食べ過ぎ防止です。いかがですか？ついついね、分かってるけどなんか食べちゃうという方いらっしゃいませんか？そういった時にこのドリンク飲むことで食欲を抑えることができますから、ぜひ飲んでいきましょう。では2つ目の項目です。ここからは食前に飲むだけ痩せる魔法の神ドリンクレシピということで、材料が持つ痩せる効果、材料、作り方、痩せる飲み方、注意点、この順番でお伝えしますね。もう材料たったの2つだけですよ。まず1つ目はこちら、レモンを使います。これレモンはすごい効果あります。なぜかというと、痩せるために必要な痩せホルモンです。こちらね、アリポネクチンって言うんですけれども、その痩せホルモンの血中濃度を高める効果があるのはこのレモンになるんですね。そして満腹感も得やすいんです。空腹ホルモンっていう、よくねグレリンっていう、空腹ホルモンが出ちゃうとお腹が空いてもやめられない、止まらないってなると思うんですが、逆に満腹ホルモンといって、なんかねもう満たされた、お腹いっぱいってそう思えるレプチン、こちらを増やしてくれるのがこのレモンになるんです。では2つ目の材料はこちら、緑茶を使っていきます。緑茶もねダイエット効果高いんですね。まずどんどん脂肪を燃やす、カテキンが入ってますし、代謝が上がって、ポリフェノールも入ってるからね、脂肪燃焼効果もアップします。でまた血糖値の急上昇を抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですね。で私はよくレモンコーヒーって聞いたことある方もおいでかもしれませんが、私は緑茶の方をおすすめします。なぜかというと、コーヒーはですねカフェインが多い、コーヒーに比べて緑茶の方がカフェイン量が少ないんですね。やはり腸活ダイエットとしましては、あまりカフェインを取りすぎてしまうと腸が動かなくなってしまうのでおすすめしてないんですね。なので、たった1日1杯ぐらいでしたらいいんですけれども、どうせ召し上がるなら、もともとカフェインが少ないコーヒーよりも緑茶の方が私はおすすめしてます。で実際私もね、コーヒーより緑茶が好きなので、コーヒーあんまり飲まないからその効果がよくねわからないので、実体験でねしてないので。でも私は緑茶が好きなので、緑茶とこのレモン緑茶を飲むとやっぱり効果絶大でしたから、こちらを皆様にはおすすめしたいと思います。で茶カテキンということで、お茶のカテキン効果すごいんですよね。何がすごいって、抗酸化作用がすごいんですよ。ビタミン C の約90倍、ビタミン E の約23倍もこのカテキンの持つ力で、その抗酸化力がめちゃくちゃ高いわけですね。じゃあ何が起こるかって、要はよく言いますよね、年取る、錆びるとか言いますけれども、要は若返る効果があるわけです。抗酸化作用ですからね、体が錆びないっていうことです。そして免疫力もアップしますから、ぜひこのお茶が持つカテキンの効果を使って健康的で綺麗に痩せていただきたいなと思って、今回はレモン緑茶を選びました。ではお待たせしました。ここからレモン緑茶の材料、作り方に入ります。レモン緑茶材料1杯分は、緑茶 200ml に対してレモン果汁大さじ1、もうたったこれだけになります。で注意です、
材料に気をつけていただきたいんですね。ここで間違っても農薬たっぷり使った緑茶飲まないでください。農薬を煮出して飲むなんてもうおえですよね。私絶対嫌です。なので私は有機栽培の緑茶を使ってるんですね。そしてよく受ける質問に、ペットボトルの緑茶にレモン果汁入れてもいいんですかっていうね、お声もいただきますが、私はもうノーってお伝えしています。なぜかペットボトルの緑茶には緑茶とビタミン C って書いてあるんですけれども、そのビタミン C が天然のビタミン C じゃないんですよね。化学的に作ったビタミン C ですからおすすめしていません。なのでせっかくね飲まれるんだったらご自分にとっても優しいもの、例えば私だったら農薬不使用の、まあ、ヤメのね、これ九州のヤメというところのお茶なんですけども、ヤメにあるの星の茶ということで、こういったね無農薬のお茶を使うようにしてますし、レモン果汁でしたら私が今ハマっているのはイオングループさんのスーパーで売ってるイオントップバリューのグリーンアイシリーズでね、イタリアのシチリア島産でできた有機レモンを使ったレモン果汁がね結構コスパいいんですよね。緑色の瓶でね、こう蓋が黄色なんですけれども、それを使ってます。もちろんね絞ったレモン果汁もいいと思うんですが、とにかく大事なのは有機栽培、無農薬、いいものを使ってくださいね。レモン緑茶めちゃくちゃ簡単ですよね。普段飲んでる緑茶にレモン果汁を入れるだけで痩せる効果倍増になりますから、ぜひ作ってみてください。そしてここから痩せる飲み方です。まずポイントは食前20分から30分前に飲んでください。そうしますと痩せ効果が上がります。でその着火適宜の、抽出の、ね、温度なんですけれども、だいたいその20度から82度あたりでよく出ると言われています。なのでどうすればよいかというと、緑茶を作りますよね、お湯注いで、ティーパックとかこういった茶葉でもいいんですけども、この時に入れるお湯の温度がだいたい70度から80度ですね。熱々の沸騰した100度とかよりはちょっと冷めた状態で入れていただきますと、このカテキンが一番出るのが高くなるのでおすすめです。そしてここでまたさらに注意点です。いくらこの痩せるレモン緑茶なんですけども、先ほどお伝えしましたね、カフェイン飲料であることには間違いありません。ということはカフェインを飲みすぎてしまうと、これまた逆効果になりますから、もうどんなに飲んでも1日もう多くても、3杯ぐらいまで、できれば2杯かな、1、2杯ぐらいで収めてくださるといいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は簡単に作れる、しかも食前飲むだけで痩せる効果が素晴らしいレモン緑茶をお伝えしました。普段ね緑茶飲んでる方はそれにレモン果汁を大さじ1入れるだけでこんなにもダイエット効果が上がりますし、また若返ったり健康になったりしますので、ぜひお試しください。ということでこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみてこんなになりましたっていうねご感想をいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。